龍ヶ崎カントリークラブは、茨城県龍ヶ崎市泉町に事務所がある株主会員制で運営するゴルフ場。龍ヶ崎カントリークラブは、1956年ゴルフ場建設により地元発展をと、龍ヶ崎市長、荒井玄太郎が発案、空前のゴルフブーム到来とゴルフ人口の激増などから建設に向け、龍ヶ崎市議会で満場一致で可決された。 具体的に推進するため、龍ヶ崎市出身で政財界で影響力のある日本交換株式会社川田シルに協力を依頼した。1957年11月12日、龍ヶ崎カントリークラブが創立され、総会で初代理事長に川田シルが就任した。荒井玄太郎はコース設計者の決定を茨城県知事とも陽いに相談。 候補者の井上誠一に建設地の視察を依頼、面白いですね、やりましょうとの即決が得られた。1958年11月8日、開場された。井上誠一は、龍ヶ崎カントリークラブ新設計画書の中に、立地条件としては100点満点と書いている。建設用地を見て、恵まれた地形に惚れ込み、戦略的なレイアウトと造形を行った、 変化に富んだ地形で面積もゆとりがある自然を極力活かし変化に富んだコースになると述べた。また、井上誠一は初めてツーグリーンのコースを設計したツーグリーンは国内で初めてのことで以後ツーグリーンが日本の主流となった郵便番号301-0857茨城県龍ヶ崎市泉町2080番地鉄道道路ありがとうございます。